ンクラブ継続締め切りの翌日、佐々木朗希ポス発表。これ世間で賛否が飛び交う中、ロッテファンの怒りを買っているのが FC 継続問題だ。球団公式ファンクラブチーム26は、2024年度の年会費をクレジットカードで決済した場合、2025年度分も自動的に決済される仕組みになっており、これに関する諸々の手続きは11月8日まで受け付けると周知していた。だが球団が佐々木のポスティングを発表したのは11月9日。偶然かもしれないが、佐々木目当てのファンは泣きを見る結果となってしまった。年会費は最も高いゴールド会員で10,000円、レギュラー会員で3900円程度と安くない金額だ。 X では球団に対する不満が噴出している。数十億円を捨てて出るんだ、それくらい許してやればない。大会できないの？嵐が5年も活動なしでファンクラブ会費取り続けてるよりは可愛いもんだろ。去年まで電話でしか解約できなかったくらいだから。佐々木だけが目当てのファンなんていないだろう。年会費払ってる人で佐々木のみ目当てでって人そんなにいるかね。金額は数千万くらい。まあこれは悪いけどロッテを擁護する。佐々木もバワーみたいに球団公認の個人ファンクラブを作っておくべきだった。サブスク年間契約なの。これには里崎も大激怒。笹郎のためにファンクラブ継続決めるやつなんてほぼいないだろう。マイナー契約からでも頑張るって言ってるんだから本気なんだろう。好条件じゃないといかないとか保険かけるようなやつより好感持つわ。ご視聴ありがとうございました。